皆さん、こんにちは。マンダルグルビッチです。では、今回は、ゲレネボアクシズの脅威 V レベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回から少し進めてまして、メキシコとかこの辺りまで進行を行いました。この後はですね、ニューヨークに向けて部隊を発進させていきたいというふうに思います。宇宙ルナ2の方も、陥落をかろうじて免れているという状況ですね。なんとか、ニューヨークまで進撃をしていきたいと思います。開発状況なんですけれども、まずジム、開発完了してまして、ジムを量産していくというのが基本的な、コンセプトになるんですけども、この後はですね、ジムのバリエーション機ですね。これを少し生産できるように開発を進めていこうかなというふうに思っています。では、早速時間を進めていきましょう。お金が本当に足りないんですよね。なんとかお金を増やしていきたいところなんですけども、もう結構、臨時徴収、頻繁に行ってきたので、これ以上やると、暴発する恐れがあるので、これが限界かなというところですね。では、アメリカの攻略から行っていきましょう。ここもですね、ガンダム、はじめ、強力なユニットを投入してますので、難なく攻略は進むかな、というふうに思っています。はい。では、ガンダムタイプのモビルスーツ発進してますので、このまま敵を蹂躙するために進軍していきましょう。さあ、ここにアンザムがいました。しかもマクベが乗ってますね。これはどうしても早めに攻撃を食らい前、撃破していきたいですよね。ガンダム、ヤザンやバニング隊に乗ってるものを使って、撃破を試みていきたいと思います。ここはヤザン、それとバニング隊の歴戦ガンダムですね。ザックキャノンとの打ち合いです。ジョン軍は先ほどアンザム出ているのをご覧いただいたと思うんですけども、グフなんかも戦線に出てきているので、また一つジョン軍側のユニットがレベルアップしたなという感じがします。こちらもジムの量産体制に入ってますので、このままジムをね、どんどん生産して、戦線、特に最前線に送り届けていくと、いうのを最優先にしていきましょう。今度はバニング隊です。ズゴクとアッガイ相手ですね。しまった。ズゴックを撃破完了です。そしてアッツアムもここで仕留めておきたいところ、撃破してくれました。マクベの名もアッツアム撃破完了です。では残りの敵も掃討していきましょう。はい。これでアメリカ中部ですね。制圧完了してます。この後ニューヨーク攻略作戦発動していきましょう。では、ニューヨーク攻略作戦発動します。これより我が軍はニューヨーク攻略作戦を開始する。目標は先ほど中部アメリカを攻略してもらったヤザン隊、バニング隊、この辺りを送り込んで一気にニューヨーク制圧していきましょう。敵エリアに侵入しました。では、ニューヨーク攻略戦始めていきましょう。敵のユニット数12。一方、味方が、37という数になってます。数ではなんとか有利に進められるかなという情勢ですね。では、このまま敵部隊のいる中心部に向かって、部隊動かしていきましょう。
では、戦闘状態に入りました。基地中心部。まだ敵ユニット多いので、プロトガンダムのヤザ、陸戦ガンダムに乗ったバニング隊と、とシローも陸戦ガンダムに乗せましたので、この陸戦ガンダム、ペアでなんとかね、戦線切り開いてもらいたいと思います。ここですね。ザクキャノンとの打ち合い。ここでね、陸戦ガンダムを失うわけにはいかないので、ダメージコントロール、ヒットポイント、残り耐久値の管理はしっかりやっていきましょう。おっと、油断すると足元を救われるかもしれんな。ここも、陸戦ガンダムコンビですね。デザートザクなんかとの打ち合いですが、どうだろう。少し、ガンダムの耐久が減ってるので、まあ、3ユニットになってますけども、撃破がされてしまうかもしれないですね。ちょっとずつ耐久ちゃんと回復できるように、ミディアに格納していきましょう。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。ニューヨークとヤザの活躍で難なく取れそうですね。そうすると、オデッサ作戦というのが見えてくるので、まあ、舞台を今度はヨーロッパの方に、今集結させていくっていうのも考えましょう。油断すると足元を救われるかもしれんな。これで入役攻略無事に終われそうですね。給料をただ取りするわけにはいかんからな。はい、攻略完了です。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。報告します。ホワイトベースはジオン地上軍の攻撃を切り抜けました。また未確認ですが、この戦闘でホワイトベースのイベントですね。ガルマザビ大佐を、撃ち取ったというホワイトベースの、まあ、情報です。ではニューヨークまで攻略完了したところで一旦戦線を整理しておきましょう。まあ、ざっと見た感じはこんな感じですね。ユーラシア大陸、まあ、特にアジア方面はほぼ制圧が完了、南米から北米も攻略完了という状況です。まあ、この後はですね、オデッサ作戦に向けて部隊を再びヨーロッパ方面へと集結させていこうというところです。宇宙なんですけども、まあ、かろうじて、まあ、ルナ2の防衛戦展開中というところになります。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、いよいよオデッサ作戦、これを発動していきたいと思います。